はい、どうもこんばんは、おつぱいです。で、本日は意外と穴場な職業、データエンジニアについてお伝えしていきたいと思います。今自分ですね、職業的にはエンジニアではあるんですけれども、くくり的にはですね、データエンジニアという職業が一番近い職業かなと思います。本日はそんな穴場な職業であるデータエンジニアについてお伝えできればなと思っております。まずデータエンジニアについて説明をしたいと思いますが、企業が用いるデータを整備するお仕事のことです。昨今ですね、DX とか AI とか言われるブームがあって、やや需要が高まりつつあるかなというところであります。ただ需要は高まっているようですが、なりたいよという人はやや少ないのかなという印象です。昨今のクラウド利用により、リモートの率が高めだということで、家でもですね、仕事できちゃうということで、自分はフルリモートで、ほとんど家でこういったですね、データの整備をお仕事しておる感じになっております。ではどういう業界が多いかというと、今最近だと、生成 AI、AI 関連の業界がちょっと多くなってきてますね。続いて広告業界、デジタル広告なんかのデータはかなり膨大なものになっているので需要は高めです。続いてゲーム業界ですね。ゲームもゲームのログとかをですね、収集して、それを分析する仕事結構たくさんあったりするので、データ整備の仕事結構多いですね。続いて小売ですね。小売も最近ですね、DX とかいうですね、よくわからない単語が流行りつつあって、小売のデータもデジタル化どんどん進んできているので需要が高まってますね。続いて製造ですね。製造から小売までというところでデジタル化が進んでおり、製造業の案件もちょっと増えてるかなという感じです。そして物流ですね。物流に関しては、自分の同僚が物流業界に行っちゃったりしたので、そういったところでですね、データ利活用が進んでいるなというような業界がこんな感じになっています。これ以外にもですね、結構たくさんデータ周りの業界、あるかなというのが、データ業界の印象です。続いてデータ業界の用語について説明をしていきたいと思います。よく出てくる用語だけをピックアップしましたが、一番最初ですね、データレイクという言葉があります。このデータレイクというのは、あらゆるデータを一元的に保管する保管場所のことになります。なので、企業が取り扱っているですね、生データ、ローデータと呼ばれるデータを集めて置いておく場所のことになりますね。具体的にはですね、Google クラウド、プラットフォームだと、Google クラウドストレージみたいなサービスですとか、AWS になると、AWS3 のようなですね、サービスがデータレイクと呼ばれるようなサービスになります。続いてデータベースですね。データベースは、集められたデータをですね、集約、保管もしますが、参照を簡単にできるようにするような、システムだったりソフトウェアのことになります。MySQL のようなですね、データベースというのが一般的にはありますが、そういったソフトウェアのことをデータベースと言っています。続いてデータウェアハウスですね。これに関しては聞き慣れない方も多いのではないかなと思うんですけれども、目的に応じて使いやすく整理されたデータ保管庫、システムのことになります。データベースをですね、すごくたくさん集めたものが、データウェアハウスというイメージを持っていただければいいのかなと思います。こんな、単語がですね、常日頃頻繁に出向かうのが、データ業界ということになります。続いてはお仕事紹介ですが、どんな仕事をしているのかというですね、仕事内容になりますが、基本的にはデータ基盤の整備ですね、データを集めて保管するというもののシステムを作るというお仕事になります。データベースとかデータウェアハウスを使ってどう集めるのかみたいなところを設計して実際にそれを作ったりします。データを入れるにはですね、ETL と呼ばれるですね、ツールを使ったり作ったりしてますので、そこら辺をですね、作ったり実装して実際に運用するところまでやってます。
で、データ処理パイプラインというのはそういった ETL からデータ投入までのですね、一連の流れを作るというところになります。そして貯めた後のですね、データ分析基盤を作ったりとか、あとは全体的にですね、日時でバッジを作ったり、時間で処理する、時間バッジみたいなのを作って実際に運用をするというようなのが、お仕事内容になります。そして、構築以外のところだと、実際にですね、大規模データを集めてくる、スクレーピングなどでデータを取ってくるということだったりとか、集めてきたデータがゴミデータだったりするので、それをきれいにする、そしてデータが正しいのかどうかを検証したりとか、業務効率化ツールを作っていたりもします。データエンジニアはどうすればなれるのかというところですが、おそらくはデータ周りの作業経験があればいけるかなというところです。必須のスキルと、歓迎スキルみたいなところがありますが、必須だとですね、データベースの設計と運用とか、バッジを処理を作ったりとかですね、 ETL を作ったり、あとは、クラウドですね、 AWS とか GCP などで実際にそのデータの運用が少しでもある方、そして、ツールを作るためのプログラムの実装経験なんかはないと、いきなりだとちょっと難しいかなと思います。あとは歓迎経験として、Hadoop とかですね、Spark とかを使って、大規模なですね、データを分散処理で処理したというような開発経験だったりとか、あとはコンテナと呼ばれるですね、Docker みたいなコンテナを使ったシステム開発みたいなところも求められるところがあるかなというところですね。はい。こんな感じのスキルがあれば、大体データエンジニアになることは可能かなと思います。続いて、なんで人気がないのかということなんですが、理由は簡単で、めちゃくそ地味です。その上ですね、やや高スキルが要求される場合が多かったりします。自分もですね、何件か受けて、見事に落ちるということが結構あったりしました。あとは花形のソフトウェア開発案件に流れがちかなというところですね。やはりメインのところってやっぱり機械学習とかですね、データ分析とか、そっちのストリームの方が多いかなと思いましたんで、こういったですね、地味な作業をするよりは、もうちょっと日の当たるところに行きたい人が多いんじゃないかなと思うのが人気のない理由かなと思います。じゃあ実際にですね、データエンジニアっていくら稼げんのかっていうところで、最近のですね、案件の平均月額報酬を算出してみました。自分が契約しているところのですね、案件見てですね、大体こんな感じの、案件報酬額になってまして、平均だと84万円ぐらいですね。月額報酬で84万円だと、1000万円超えますかね、年収だと。年商になるかもしれませんが、大体こんな感じの金額ですね。あと、裏話がありますが、インボイスにですね、登録してると 10% 金額上がったりですね、インボイス登録してないと 10% 金額下がったりというですね、大人の事情があるという感じにもなっているかなと思います。まとめになりますけれども、未経験からだとちょっと厳しいですけれども、少し経験を積んだら目指せる業界じゃないかなと思ってます。すごく地味な作業ですが、安くない報酬なんじゃないかなと思います。高スキルが必要な案件も多々ありますけれども、案件数は割とですねあるので、そこら辺は柔軟にですね、案件を探すことができるんじゃないかなと思います。こういったですね、データエンジニアというですね、新しいキャリアの形成にはですね、一つの選択肢としてはありなのではないかなと思うところでしたので、本日はデータエンジニアのご紹介をさせていただきました。本日はここまでです。それでは。